つ。略称は、ジョインなど。タイトルの後ろには、開催年が入る。名称には、この場所に皆が集まり、繋がりながら広がって生きていく喜びを感じるという、メッセージと、ジュライ、オアシス、岩見沢、ネイチャーの頭文字を取って、ジョインという二重の意味が込められている。北海道のコンサート企画、運営会社マウントアライブにより2010年から開催が始まった。 岩見沢公園の一角にある遊園地と野外ステージを会場として使用する。遊園地の入園料はチケットに含まれているので、リストバンドを提示すれば自由に行き来できる。来場者向けのアトラクション料金の割引も実施される。同公園内にはこれ以外にもバラ園、展望台、ミニ動物園などがあり、会場内外ともに開園前やライブの合間に立ち寄れる施設が、 充実している。また、公衆トイレや足元の舗装、芝生などのインフラが完備されており、市街地に近く駅や IC から短時間でアクセスできる会場のため、野外フェスでありながら都市型フェスのような利便性も合わせ持つ。年齢を選ばずピクニック感覚で気軽に訪れられる、環境のために家族連れの人気が高く、野外フェス初心者でも非常に参加しやすい。 開催期間中は、キャンプサイトが設けられ、終焉後の宿泊はもちろん、宿泊する知人に混ざって、バーベキューを楽しむなど、日帰り客でも利用できる。飲食ブースは、ビバイ焼き鳥や、岩見沢バーガーといった、ご当地グルメの店や、開催地周辺をはじめとする北海道各地の人気店を中心に構成される。開催時期は7月中旬から下旬と、 国内の夏フェスではかなり早い部類である。出演アーティストは、国内のロックバンドが主体であるが、J-POP やアイドルなど、ロック以外のジャンルも多く、キャリアもベテランから新人までと様々で、少数ながら、海外のアーティストも出演するなど、非常に幅広い。また、サカナクションやモノブライトといった、北海道ゆかりのアーティストの多さや、ジョインアライブより前に、 同会場で開催されるコンテスト形式のアマチュアバンドフェス、サウンドエアーとのコラボ出演枠の設定など、地域密着型の面が強い傾向にある。同じ北海道内で開催され、日本四大ロックフェスティバルの一つでもある、ライジングサンロックフェスティバルとの差別化が図られたラインナップでもある。ライブ中のベルベットサーカス5カ所のステージはゆったりと、 楽しみたい客層への配慮から、座れる場所も用意されるか近接している。過去にはステージを使用しない出演枠も一つあった。過去にあった、ステージ、出演枠二つのエリアがあり、環境及び、利用法が異なる。出演順に記載。出演アーティスト、出演アーティスト公共交通の場合、最寄り駅は、 北海道旅客鉄道函館線、室蘭線の岩見沢駅。駅からはバスもしくはタクシーに乗り継ぎとなるが、乗車時間は比較的短い。例年、22時頃に岩見沢駅から札幌行きの臨時快速列車が運行されている。自家用車の場合、最寄り IC は、道自動車道の岩見沢 IC で、IC からは数分の距離である。また、 一般道の国道12号、国道234号からも近い、岩見沢駅会場の臨時バス全3ルート、全6カ所、それぞれ対象者及び料金が異なる。以前は JTB による最高で、新千歳空港、ホテル会場の専用直行バスがつく、オフィシャルツアーが実施されていた。最終実施の2017年は、東京、名古屋、 大阪の三都市からの発着、ありがとうございます。